ごきげんよう。感動起爆剤研究所所長の宮崎文隆です。今日は2023年8月の11日金曜日、山の日です。先ほど、高校野球の広島県代表広陵高校と島根県代表の立正大、湘南との対戦が終わったところです。いや、なかなかいい試合でしたね。今日はなんと広陵がですね、6年ぶりに甲子園で勝利を収めました。8対3で勝ちまして、3回戦へ進出したところです。いや、8対3といえばこれ簡単に勝ったように思うんですが、なかなかそうはいかなかったですね。甲子園というのはそんなに簡単にはいくところではありません。そして今日は試合を説明しますと、なんとですね、広陵の高尾投手はですね、広島県の大会があった時に防御率が 0.5 なんですね。すごい投手なんですよね。なかなか打たれる投手ではない、フォアボールも出さないし、まあ、なかなか打たれないというんで、もう折り紙付きの投手です。でも甲子園行ってそう簡単にですね、この防御率 0.5 が発揮できるかどうかといえば、また甲子園はまあ特別ですからね。そしてまた出てきた立正大もすごい打撃のチームですね。いや、これどうなるかと思いまして見ていましたら、なんともう2回にですね、立正大に先制点を奪われて1点入れられて1対0でリードされたんですね。高尾投手はこんなに簡単に打たれるとはまあ思ってもいなかったんですが、でも立正大の打撃の鋭さはまあ見ていて分かりましたね。まあ、研究してましたね、高尾投手を。ですから、コーナー来るのをガーッと確実にライトですっごい当たりをしてますからね。これはやはり高校でも、かなりの打撃のチームだとはすぐ分かりました。そして広陵もすぐ黙ってはいません。なかなか点が入らなかったんですが、まあ、そのまでに高尾投手はですね、フィールディングもいいですね。スクイズをやられたんですが、グラブで取ってグラブ取ってホームでアウトしたりですね、まあ、そういう高尾投手はそういうフィールディングという守りにも高い投手だなというのが分かりました。そして4回になりましたら、逆に今度は広陵がやっと、なかなか点が入らなかったんですが、やっと点が入って2点取れまして逆転、2対1、おお、4回で逆転いいぞと、この調子でドーンと引き離したと思ってましたら、なんと5回にまた立正大はこの好投手の高尾投手をまたバチッと、この速い速球が来てももうライトへものすごい打撃を打つんですね。これもかなり研究しておりましたね。まあ、高尾投手もそんなに調子がいいとは言えないような投球ではありましたね。でもそれをもう見事にまた5回に2点を立正大が入れましてね、なんとまた逆転、3対2で今度は立正大が逆転したんですよ。いやー、これ今日なかなかこれ難しいかなと思いましたね。ちょっとね、そこまで高尾投手が打たれると。でもその中井監督が言われるには、やっぱり高尾投手はそう調子は良くなかったけども、悪い中でも抑えていくのが高尾投手の投手としての高い技術、精神力あるんだと言っておられましたかね。そうでしたね。逆転で3点を取られましたが、その後は抑えていく。そして、5回は相手を三者凡退に抑えたんですね。そしてなんと今度は6回、こっからが、まあ、広陵の打撃のもうすごいところですね。そして相手のバッテリーのちょっとミスも見逃さずで、ここで同点に落ち着いたら、今度はイケイケで、今度は広陵のこの勢い、こっからは広陵のこの強いというのがいいんですかね。まあ中井監督も三十数年監督やっておりますからね、甲子園での戦い方、その焦らない、落ち着きいけるんだという、どうですかね、自信というんですかね、そこから一気に爆発しまして、田上という、これがまたショートへすっごい速い当たり落ちましたね。大谷翔平の当たりかと思うぐらい、あの、当たりを打ちまして、これが
敵地内安打となりまして勝ち越し。いやーこれはこの一打は大きかったですね。ショートもね、さすがのショートもこの鋭い当たりにはやっぱりちょっとハンブルしたというんですかね。そこで、敵地打となりまして広陵が勝ち越しですよ。こっから出てきたのがまあこの広島県の代表するというかスラッガーの真鍋選手、見るからに打ちそうですね。見るからになんかホームラン打ちそうな、もう体格から振りからしてますね。そこで真鍋、まあ選手は期待通りですね、走者一掃の二塁打、これで7-3、広陵が立正大を離しました。そして7回にまた1点を追加しまして8-3。そして7回まで高尾投手はね3失点にずっと抑えましたね。あと初めその逆転されて、4回に逆転されて、5回に逆転されたんか、3対2になったその後はやはりまた立ち直りましてね、高尾投手は立正大を抑えていきました。そして7回で3失点で今度はピッチャーが変わりまして、その後倉重、投手に代わり、そして9回石からは堀田投手と1年生のピッチャーもね、出すという、まあそのあたりはちょっと余裕がもうありましたね。8-3とリードしてましたからね。そのピッチャーも1年もまあ今からこう甲子園で投げてね、鍛えていくというか、まあ成長させていって次の広陵の、まあ、エースに仕上げる、まあ、そんな意図が見えましたけど、1年生は見事にここで抑えまして8-3で6年ぶりに広陵は甲子園で勝利を収めました。いやーこれで3回戦進出ですからね、この後今試合やってる勝ったところとまた試合をやるわけですが、でもここで高尾投手が、まあ、悪いなりに7回3失点で抑えたという、やっぱさすが好投手ですね。この次は今度またもっといいピッチングしてくれるんじゃないかなと思って期待をしております。そしてまあ広陵といえば思い出すのはですね、今カープで活躍している上本選手、この選手が三塁で守っている時に三塁側で広陵を応援に行った経験が私はあります。もうあの時の上本選手はすっごいファイトでね、もう広陵の守備を行って任せというぐらいそんな勢いで三塁を守ってました。そしてその時は応援に届け勝ちましてね、広陵は。で、甲子園というのは、まあ、広陵高校が応援三塁とすると今度また次の高校入ってきますから応援団席が交代でそこから出ていくわけですね。勝って試合が終わったら出ていきます。出ていった甲子園外へですね、その時の広陵学園長の野宮一人さんが、まあ、応援に来た人にねぎらいの言葉をかけられていたんですが、ちょうど私もそこで会いまして、野宮一人学園長と会いまして、じゃあ記念撮影しようというんでね、一緒に記念撮影をしましたね。いやーその時に野宮一人さんは多分野球帽をかぶっておられましてね、普通野球帽かぶった野宮さん見たことはなかったんですが、その時に野球帽をかぶっておられましてね、もう応援に来ておられましたからね、そこで記念撮影して、それを思い出すね、あの時ね、もうすっごくいい顔してね、これを勝ったですからね、みんな笑顔笑顔で、よかったというんで、よくしてくれたというんで、交流ができました。いやー、思い出しますね、あの時のね、すっごい嬉しかったですよ、あの時はね。そんな交流が、今回もまた3回戦出たということでね、いよいよ広島の応援も熱を帯びてきました。私も広陵応援の熱とともにチャンネル登録のもう爆心ボンにかけて頑張っていこうと思っております。チャンネル登録もよろしくお願いしたいと思います。では3回戦の広陵頑張れー、いくよー。